プレリュードが5代目へと進化したのは1996年11月のこと。ここでは2代目、3代目の人気を取り戻すべく原点回帰のモデルチェンジが行われた。エクステリアでの原点回帰はウェッジシェイプの復活である。全体を流れるラインには前世時のノッチバッククーペのスタイルが蘇った。もちろん新しいチャレンジも見られる。ヘッドライトは往年のリトラクタブル式ではなく、アグレッシブな縦長二等式。全体のプロポーションも 1.7 メートルを超える全幅と 1.3 メートルをわずかに超える全高で重厚感が増したため、昔の華奢なイメージは一新された。搭載エンジンはベースモデルの XI だけが SOHC で、他はすべて 2.2 リットル直四 DOHC。 SI が160馬力、VTEC を搭載する SIR が200馬力というスペックは先代と同じだが、この新型プレリュードにはさらにタイプ S というグレードが存在した。このタイプ S は SIR のエンジンをさらに専用チューニングしたスペシャルエンジンを搭載。なんと1リットルあたり100馬力を誇る220馬力を発揮したのである。さらにタイプ S はATTS という駆動力配分システムまで備えていた。この ATTS はコーナリング時の外輪に積極的に駆動トルクを与え、車の旋回能力を高めるもので、ランエボの AYC やインプレスタの DCCS にも通じるハイテクデバイスだった。この ATTS によって新型プレリュードはハイパワー FF にありがちな強いアンダーステアと決別し、驚異的なハンドリングを身につけたのである。98年にはタイプ S の220馬力エンジンを積む SIR も登場した。 SIR S スペックというこのモデルは ATTS を省いて価格を抑えたタイプ S の簡易バージョンであった。